ときめきメモリアルガールズサイド2テルクイチズルートを本日もプレイしていきたいと思います。前回はテルくんと、博物館に行ってきたところですね。で、今日は祝日なんでね、ちょっと流行、あ、もうすぐ夏休みだ嬉しい。ちょっとね、流行がこの今いる女友達2人ともどっちと遊んでも流行がね下がっちゃうんで、ちょっとなかなかね大変だわ。まだちょっと夏休みじゃないからな、しょうがない。今週誘ってきてくれないかな。お、来たー、海行こう。海、てるくんどうしたの。今度の日曜さ、お前空いてる？うん、空いてるよ。水族館行かないか。好きなんだあそこ。ね、水族館はちょっと用事がないのよ。ボーリングやらないか。なんかスコア出そうな気がしてさ。もうね、ボーリングはちょっともうね用事がないんだな。公園通り行かないか。いろいろ店の買い物あってさ。手伝いよ。例の城とか行ってみないか。新名所だし。城か、城でもいいんだけど、ちょっとさ、なんで海誘ってこないの。臨海公園行ってみないか。海がすごく綺麗に見えるんだ。臨海公園もありなんだけど、あれ海は誘ってくれないのかな。遊園地行かないか。いや、お客からチケットもらったからさ。遊園地もありなんだけどね。空中庭園行かないか。なんかさ、らしいだろ、ああいうところって。空中庭園もありなんだけど、海はやっぱ誘ってくんないのかな。ショッピングモール行かないか。店に置く小物見たいんだ。遊園地行かないか。いや、お客からチケットもらったからさ。ちょっとね、まだ本当は海に誘ってもらいたかったんですけど、なんか結構でやってるけど誘ってこないので、もしかしたらなんか海開き以降じゃないと誘ってこないかもしれないので、行っちゃうか遊園地ね。うん、行こうよ。よし、決まりな。じゃあ今度の日曜日バス停で待ち合わせでいい？ OK、 寝坊すんなよ。じゃあ、テル君からデートに誘われちゃった。あ、そういえばもうすぐテル君の誕生日だ。プレゼントどうしよう。早速プレゼント買いに行かなくっちゃ。何を買おうかな。これはね、ガラスですね。プレゼントもちゃんと用意したし、頑張って渡すぞ。しおり、なんだよ、わざわざこんなとこで。はい、これ誕生日プレゼントだよ。ああ、そうか、うん、サンキュー。いいから開けてみて。いいな、うん、すごくいい。お前俺の好みよくわかってるでしょ。ああ、大事にする。やった、すごく喜んでもらえたみたい。はい、じゃあ今日はテル君と遊園地に行ってきたいと思います。不自然不自然だなテル君まだ来てないみたい。悪い、遅れた、待たせたな。あ、テル君、私も今来たところだから。そっか、ナンパとか大丈夫だった？大丈夫。よし、じゃあ行こう。ん？ほら、ラブラブみたいになっちゃうから。その服さ。これ、そういうのすごく
なんていうか、その好き。やった、テル君に褒められたよ。あ、そうなの？そういえば今日はレースがあったんだっけ。でもごめん、観覧車乗りたいんだ。じゃあ入るか。ん？普通にするかな。焦るだろ。うん。で、どうする？観覧車に乗ろうよ。了解。行こう。ん？ほら、ラブラブみたいになっちゃうから。これでもさ、子供の頃は大きく見えたんだよな。どうした？お前、めちゃめちゃ口数少なかったけど。後ろのカップルすごかったね。めっちゃ言いたい。景色がゆっくり見られてよかったね。ああ、海が近くに見えたしな。やったね、バッチリ好印象。ん？普通にするかな？焦るだろ。ああ、今日さ、なんていうか、サンキュー。俺、また誘うから。ん？あ、あ。なあ、まだ時間あるなら、ちょっと寄り道してこうぜ。うん、大丈夫だよ。よし、行こう。なんだよ。いいよ、くっついてろよ、もう。また、どっか行こうな。二人で。なんだよ。何？何してんだ？いや。あ、あんまり触られるとさ。ほら、ちょっと。近いし、な。ああ、好きにしろ。いやらしい。またお子様モードだよ。まだいいだろ。ああ、暗くなったな。いや、だからどうってことじゃないぞ。ん？やめろ。よそ見すんな。ほら、また歩きにくいから。いいかも、それ。まあいいけど、嫌ってこともないけど、どういう顔していいかわかんなくて。今のいいかも。やばいってそれは。なあ、頼むよ。それあんまりされるとさ。あ、やめ。おい、ちょっと、それ
パもう子供みたいだぞ。まあそんなことないよってそんなことないよって言っておもむろに服を脱ぎ出しそうだ違うかそんなことないよ。わかってるよ、子供じゃないから。まずいんだろ。ありがとう、家まで送ってくれて。ん？ここじゃまずいだろ。どういたしまして。じゃあまた。てるくんに送ってもらっちゃった。あ、てるくんからメール。ずっと一緒にいられないのがなんか理不尽な気がする。お前と会った後はいつもちょっと恥ずかしい、でも嬉しいな。そう、今日なんかさ、運が良かったのかな、全部赤いハートだった気がする、スキンシップの時。よっしゃと、パラ揚げに勤しもう。でもこの先ちょっと行楽悪くなっちゃうから流行にしようかな。で、きっと今週誘ってきてくれるって勝手に思ってんだけど、ちょっとダメだったらタイムリープしちゃおう。勝手に誘ってきてくれる、花火大会誘ってくれるだろうと思ってたら誘ってこなかったからしょうがない、自分で誘いたいと思います。かな、うまいこと誘ってくれないんだよな。いらん時に誘ってきてくれるんだけどもしもし、どうした？あ、てるくん、私藤本しおりだけど。ああ、俺も今かけるとこだった。じゃあかけてきてよ本当？何？あのさ、いや、やっぱお前が先。あ、間違えちゃった。8月5日の花火大会に行かない？オッケー。じゃあ8月5日に羽ばたき駅で待ってるね。了解。それでてるくんの用は？ん？ああ、もう済んだ。じゃあな。うん、じゃあね。やった、早く8月5日が来ないかな。今日は、花火大会に行ってきたいと思います。結構ストレスが高ストレスだあ、まあいっか、これで。あ、てるくんもう来てる。ごめんね、待った？まあな。ごめんね。もうちょっと可愛く言ったら許す。もう行こう。なんだよ、狙ってないよな、お前それ。うん、浴衣だよ。どうかな。うん、どう？うん、あんまり好きじゃなかった。テル君気に入ってくれたみたい。ちょっと時間早かったな。なあ、縁日見に行こうぜ。ん？今日は大接近ないからね。ああ、そっか。で、繋ぐか。あ、リンゴ飴だ。
俺買おうかな。テル君小さい子みたいだよ。いいだろ別に。うん、いいよ別に。言っとくけどな、今流行ってんだぞ、リンゴ飴ダイエット。そうなの？そんなわけあるか。もう。お、そろそろだな、花火。ああ、ちゃんと見てるから。今上がったやつさ、なんか潰れたおにぎりみたいだな。潰れたおにぎり。え、おにぎりじゃないの？ハートマークだろ。うわ、マジボケだ。うん、いい感じだよね。ん？うなじ。いや、なんでも。ああ、もうこんな時間か。お前といると、なんかいつもあっという間だ。ああ、楽しかった。行こう。俺、送るから。ん？いいよ。ここ、捕まってろよ。ここは、あれなんだね。追加デートとか大接近なくても一緒なんだ。テル君と腕を組んじゃった。ちょっとドキドキ。ありがとう、家まで送ってくれて。なんだよ。ああ、うん、もう遅いな。どういたしまして。じゃあまた。テル君に送ってもらっちゃった。あ、テル君からメール。ずっと一緒にいられないのがなんか理不尽な気がする。お前と会った後はいつも。ちょっと恥ずかしい。でも嬉しいな。よし、あと海はもうちょっとさすがに誘ってくれるだろうとちょっと信じよう。あ、芸術だな。もしもし？あ、もしもし。誘ってきたし。あ、俺。あ、テル君、どうしたの？あ、今度の日曜さ、お前、空いてる？海来い。特に予定はないけど。臨海公園行ってみないか。惜しいね。海が、すごく綺麗に見えるんだ。海に行った方が海綺麗に見えるよ。遊園地行かないか。いや、お客からチケットもらったからさ。こないだ行ったからちょっとね。臨海公園行ってみないか。あれ、海がすごく綺麗に見えるんだ。意外とこれ誘ってくれないやつ。臨海公園行ってみないか。海がすごく綺麗に見えるんだ。なぜだ。遊園地行かないか。あれ、いや、お客からチケットもらったからさ。ちょっと、海なんで誘ってくれないの？海行こうぜ。よかった。たまには仕事抜きで遊ばないとな。よかったよかった。さ、なんか、季節系のとこにはもう誘ってくれない仕様なのかと思っちゃって、あんまりにも誘ってくれないから。うん、行こうよ。よし、決まりな。じゃあ、今度の日曜日、羽ばたき駅で待ち合わせでいい？オッケー。寝坊すんなよ。じゃあ。テレ君からデートに誘われちゃった。 あ、よかったよかった。あー、嘘ぶー。でもちょっともう戻れないからな。じゃあ、今日はテレ君と海に行ってきたいと思います。ちょっと夏休み中1回ぐらいは寝ないとダメかしら。
寝ておけばよかったな。あ、テル君もう来てる。ごめんね、待った？まあな。ごめんね。もうちょっと可愛く言ったら許す。もう。行こう。ん？お前、平気な、そういうの。やっぱ海はいいな。じゃあ、着替えてから集合。また後で。なあ、ちょっとここから歩くけど、入り江の岩場まで行かないか。潜るのにいいところがあるんだ。いいよ、行こう。テル君。なんだ、お前もう泳がないの？うん、ちょっと水が冷たくなってきたし、テル君ももう上がったら？もうちょっといいだろ。ここ久しぶりなんだ。小学生の頃はさ、じいさんとここでよく潜ったんだぜ。サザエとかトコブシとか取れるんだ。密漁にならないのかしら。大丈夫かしらね。まさに言ってる。あ、でも勝手に海のもの取っちゃダメなんでしょ。そう、組合の人に見つかって一緒にめちゃくちゃ怒られた。悪いな、二人とも。うちのじいさん、ああ見えて前は結構ワイルドだったんだぜ。この辺り全然変わってないよ。今の人、じいさんがすごい、あのスギちゃんのあのベストを着てる姿をすごい想像してしまった。でも日も落ちてきたし、いい加減に上がらないと風邪ひくよ。お願い、あともう一回だけな。お、あ、テル君行っちゃった。テル君って海に入ると子供みたいになっちゃうんだから。え、嘘。ここなの？どういうことなの？これだってさ、見る以外になくない普通。どういうことなの？ずいぶん長いな。沈めるとかあんのかな。え。どういうこと？どういうこと？ちょっと長すぎるような。もしかして、どうしよう。やっぱり海がいいな。テル君、もう溺れたかと思ったよ。ごめん、お土産取ってきた。ほら。なにタコ。いやー、今日さ、なんていうか、サンキュー。俺、また誘うから。なんだよ。あ、お前、今。今日はこれちょっと出せないかな。行こう。あ、てかないんだね。俺、送るから。ん？なんだよ。こっち来ればいいだろ。ありがとう、家まで送ってくれて。なんだよ、ここじゃまずいだろ。どういたしまして。
じゃあまた。テル君に送ってもらっちゃった。あ、でもなんか今のイベントすごい良かったですね。なんかすごい可愛かった。ちょっと悩ましいけど今週寝ちゃおう、思い切って。あと今月誘ってこないでくれると嬉しいんだけど、フリマ誘ってくるかな、そんな気がしなくも。いや、どうだろうな。ちょっとセーブしとくか。よし、運動しよう。誘ってきたか。あれ、誰だろう。もしもし。もしもし。あ、俺。あ、テル君、どうしたの？あ、今度の日曜さ、お前空いてる？特に予定はないけど。臨海公園行ってみないか。海がすごく綺麗に見えるんだ。まあ臨海公園ならいいだろう。うん、行こうよ。よし、決まりな。じゃあ今度の日曜日羽ばたき駅で待ち合わせでいい？オッケー、寝坊すんなよ。じゃあ。テル君からデートに誘われちゃった。どうしようかな。ちょっと臨海公園選択肢がいくつかあるから、ちょっとどこに行くかは考えよう。じゃあ今日は、臨海公園に、待って、今日夏休み最後あったよね、フリマの日だね。で今日は臨海公園に行ってきたいと思います。あ、テル君もう来てる。ごめんね、待った？はぁ、まあな。ごめんね。もうちょっと可愛く言ったら許す。もう。行こう。なんだ、色仕掛けか。その服さ。え？この服？俺、そういうのすごく、なんていうか、好き。やった、テル君に褒められたよ。レンガ道歩かない？そうだな、行くか。ん？あんまり見んなよ。バカップルみたいだぞ。散歩なんて一人じゃまずしないな。潮風の匂いがするね。海近いからな。街が新しくなっても風の匂いで自分の場所って気がする。やったね、バッチリ好印象。なんだよ、普通にするかな、焦るだろ。今日さ、なんていうか、サンキュー。俺、また誘うから。なあ、まだ時間あるなら、ちょっと寄り道してこうぜ。うん、大丈夫だよ。よし、行こう。なんだよ。あれ、なんか私一回飛ばしちゃったかな。で、出て分かれよ。ほら。
テル君と手をつないじゃった。ちょっと照れるかも。うん。お前の手ってさ、こうしてるとなんか潰れそうだ。なんだよ。あ、いや、あんまり触られるとさ、ほら、ちょっと近いし、な。なあ、頼むよ。ああ、また、お子様モードだよ。まだ、いいだろ。ああ、暗くなったな。いや、だからどうってことじゃないぞ。ん？やめろ。よそ見すんな。ほらまた、歩きにくいから。なんだよ。ほら、嫌ってこともないけど、どういう顔していいかわかんなくて。それ、好き。なんだよ。失敗した。なあ、頼むよ。それ、あんまりされるとさ。あ、やめ。おい、ちょっと、それ、よし、誰も見てないみたいな。え？嘘。もうちょっと離れとくか。あ、なんだ。もういっか。ありがとう、家まで送ってくれて。ん？ここじゃまずいだろ。どういたしまして。じゃあまた。テル君に送ってもらっちゃった？はい、ということで今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。